4月18日は、グレゴリオ歴で年始から108日目にあたり、年末までは、あと257日ある、サンフランシスコ地震。アメリカ西海岸の中心地がロサンゼルスへと移る、ことになる旧ヤンキースタジアム会場日本本土への、初空襲、ドーリットル空襲第1回アジアアフリカ外議開催、ルクレツヤ、ボルジア誕生。戦略結婚に翻弄された、劇作家。 トマス・ミドルトン誕生オペレッタの作曲家、フランツ・スッペ誕生ガリウムなどを発見した科学者、ポール・ボア・ボード・ラン式者、レオポルド・ストコフスキー東京急行電鉄の事実上の創業者、後藤慶太国際政治学者サミュエル・ P ・ハンティントン。コレステロール代謝研究の先駆者、ジョーゼフ・ゴールド・スタイン・家人、藤原厚忠ボツ、独立スロバキアの大統領ヨゼフ・ティソ。 公式刑に連合艦隊司令長官山本五十六、海軍公事件で戦士物理学者アルベルト・アインシュタイン没世界アマチュア無線の日ありがとうございます。